ジェイソン・クリストファー・テータムは、アメリカ合衆国、ミズーリ州セントルイス出身のプロバスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスに所属している。ポジションは主にフォワード。ジョーダン・ブランドクラシックでのテータム・ミズーリ州、セントルイスにある、チャミネード高校3年生時には、平均29.5得点9.1リバウンド3.0アシストを記録し、同高校を州王者へと導き、 マクドナルドオールアメリカンに選ばれ、ゲータレード年間最優秀選手賞にも選出され、全部 X のオールラウンダーとして、名を馳せた。4年生になる前には、ノースカロライナ大学、ケンタッキー大学、デューク大学、母と父の母校である、セントルイス大学など多くの競合大学からオファーが来ていたが、デューク大学に進学を決意した。デューク大学でのータムデューク大学に進学後は、 足の怪我で出遅れたものの、スターターに定着し29試合の出場で、平均16.8得点7.3リバウンド2.1アシストを記録し、1年間だけプレーして2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。ドラフト直前にフィラデルフィアセブンティシクサーズと指名権をトレードしていたボストンセルティックスに全体3位指名された。 2017から18シーズンワシントンウィザーズ戦にて、シュートを試みるテータム2018年2月2日に行われたアトランタホークス戦でキャリアハイとなる27得点を記録した。試合はカイリー・アービング等を書きながらもセルティックスが119から110で勝利した。2018年のプレーオフ1回戦、対ミルウォーキーバックスの初戦で19得点。 10リバウンドを記録、試合は、オーバータイムの末、113から107で勝利した。2回戦、対フィラデルフィアセブンティーシクサーズの初戦で、プレーオフでのキャリアハイとなる28得点を記録、試合は117から101で勝利した。テータムは、カリーム・アブドゥルジャバー以来となるルーキーでのプレーオフで20得点以上を10試合記録した。レブロン・ジェームズはテータムを、 ヤングキングと絶賛し、新たな高み、スーパースターのレベルに達していると述べた。2018から19、シーズンフィラデルフィアセブンティーシクサーズとの開幕戦で、テータムは23得点、9リバウンド、3アシストを記録し105対87で勝利した。10月20日、ニューヨークニックス戦で24得点14、リバウンドを記録し103対101で勝利した。 12月25日、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦で23得点と、10リバウンドを記録し121対114で勝利した。2019から20シーズン2020年9月の、セルティックスでのテータム2019年12月22日、シャーロット・ホーネッツ戦にて、キャリアハイの39得点と12リバウンドを記録し119対93で勝利した。 2020年1月11日、ニューオーリンズペリカンズ戦にて、キャリアハイの41得点を記録した。1月30日、初の NBA オールスターゲームにリザーブとして選出された。2月13日、ロサンゼルスクリッパーズ戦にてテータムは再び39得点を記録し、自己最多となる47分間出場した。2月23日、 ロサンゼルスレイカーズ戦にてまたしてもキャリア最高の41得点を記録したが114対112で敗れた。レギュラーシーズン終了後、自身初のオール NBA サードチームに選出された。プレーオフでは1回戦目のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦はスイープで勝利し、カンファレンスセミファイナルではトロントラプターズと対戦。 第7戦までもつれるなど接戦となったが勝利し、テータムは3年間の中で2回目となるカンファレンスファイナルに出場を果たし、相手はマイアミヒートとなった。しかし、ボストンはジミー・バトラーやバムはデバヨを中心としたヒートのディフェンスに苦戦し、第6戦まで粘ったが敗退した。2020から21シーズン2020年11月22日、 セルティックスと5年約1億9500万ドルのマックス契約を結び契約延長した。同年12月23日のシーズン開幕のミルウォーキーバックス戦にて第4クォーター残り8.9秒の1点ビハインドのところでクラッチ3を沈め、セルティックスは122から121で勝利し、テータムは30得点7リバウンドを記録した。 2021年1月3日、デトロイトピストンズ戦にて24得点とキャリアハイの12アシストを記録し、チームは122から120で勝利した。翌日のトロントラプターズ戦ではシーズンハイの40得点を記録し、126から114で勝利した。その後、同年1月9日にテータムは COVID-19 の検査で陽性反応があり、 複数の試合に出場できなかったことが確認された。復帰後はコロナウイルスに感染した影響もあり、パフォーマンスが一時期低迷していたが、同年4月9日のミネソタティンバーウルブズ戦では15本のフリースローを含むキャリアハイの53得点を記録し、勝利した。この記録は1983年3月30日に26歳と113日で達成した。 ラリーバードを上回る23歳と37日で50得点以上を記録した球団史上最年少となった。また、同月30日のサンアントニオスパーズ戦では球団記録体となる自己最多の60得点を記録した。また、テータムはデビンブッカーに続き史上2番目の若さで60得点長を達成し、同一シーズンに50得点以上を複数回、 記録したセルティックスで初の選手となった。5月18日、プレイイントーナメントのワシントンウィザーズ戦でテータムは50得点を記録した。プレーオフ1回戦ではビッグ3を要するブルックリンネッツと対戦。第3戦目で50得点6リバウンド7アシストにスティールを記録した。セルティックスの選手がプレーオフの試合で50得点以上を記録するのは 2017年のアイザやトーマス以来となり、球団史上6人目となった。また、NBA 史上3番目の若さで50得点以上を記録した選手となったマイケル・ジョーダン。シーズン終了後にテータムは、オール NBA チームの候補にも挙げられていたが、ロサンゼルス・クリッパーズのポール・ジョージが、ガード枠での選出ではなく、フォワード枠での選出となったため、 投票数で下回り落選となった。また、テータムは69票と、サードチームで選出されたカイリー・アービングよりも、得票数が多かったものの、アービングは、ガード枠での選出だったため、フォワード枠のテータムは落選した。もしテータムが、サードチームに選出していた場合、ルーキーエクステンション契約により、キャップの30%での契約資格があったため、 4年1億9600万ドルで契約延長を結ぶことができた。この出来事は SNS でも問題に挙げられ、アメリカのツイッターではトレンドとなり、トップアナリストや元 NBA 選手なども問題視した。ルーキー時代はウィングとしてキャッチシュートの3ポイントシュートとドライブを中心としたスタイルだった。3年目以降はチームの中心選手として、 トップ近辺でボールを持って始めるオフェンスが増えた。トップでは相手のディフェンス全体を崩す必要があり、シュートチャンスも自らクリエイトしなければいけないため、プルアップでの3ポイントシュートアテンプトを増やした。それでも成功率を落とすことはなく、またドライブでもヘルプが増える中で、ペイント内得点をより難易度の高いプレーを正確に決めることで、得点能力を大きく向上させた。 強引なタフショットは減り、両コーナーに大きなキックアウトパスを出し、アシスト数も向上した。ディフェンス面では、2年目までは、マンマークで、粘り強い対応ができず、優れたディフェンダーが揃うセルティックスの中では、弱点となっていたが、それ以上にスモールラインナップを好むチームスタイルにより、インサイドを担当させられ、パワーファイターではなかったため苦戦した。3年目では、 スピードでも、フィジカルでも粘り強いマンマークができるようになり、インサイドのヘルプディフェンスまで見違えるように改善した。リバウンド、ブロック、スティールのすべてで、キャリアハイを記録し、強固なディフェンス組織に欠かせない存在になった。2014年のフィバユ17世界選手権と2015年のフィバユ19世界選手権、eurobasket.com 全世界選手権。 U19 の第2チームにアメリカ代表として出場を果たした。2016年のナイキフループサミットにチーム USA の代表として出場し、約17分間出場、14得点4リバウンドにアシストにスティール1ブロックを記録した。ありがとうございます。